オラジュワンは、ナイジェリアラゴス出身の元バスケットボール選手。NBA のヒューストンロケッツを中心に活躍した。身長213センチメートルの体格に見つかわしく、ない俊敏な動きと繊細な技術を持ち、広いシュートエリアを誇っていたオラジュワンは、歴代屈指のセンタープレイヤーと評されている。そのプレイスタイルから、ドリームというニックネームを持っていた。 1993年にアメリカ合衆国の国籍を取得。1996年アトランタオリンピックでは米国代表として金メダルを獲得。同じ年に NBA50 年の歴史の偉大な50人の選手の一人に選ばれている。2008年には殿堂入りを果たした。ナイジェリアのラゴスでセメント業を営む父親のもと6人兄弟の3番目に生まれる。 15歳までサッカーのゴールキーパーやハンドボールをしていた。この頃に華麗なステップワークやブロックショットの基礎ができたと本人は語っている。15歳の時、オラジュアンはハンドボールの選手としてナイジェリアの全国大会に出場していた。この頃すでに身長が2メートル以上あった彼を同級生がバスケットボールの試合に誘った。これがバスケットボールとの出会いであり。 彼の運命を変えることとなった。後にバスケットボールのナイジェリア代表の選手に選ばれた。1980年後にプロテニス選手となる友人のエンドカ・オディゾールの推薦でアメリカに移住し、名門ヒューストン大学に入学。ところがオラジュアンはレッドシャツであり、彼が頭角を表したのは2年生からであった。チームメイトにはクライド・ドレクスラーも入っており、 花々しいダンクで有名なファイスラマジャマとして人気を集める。2年生から4年生にかけて NCWA トーナメントでファイナル4入りを果たした。4年生次にはパトリック・ユーイングを擁するジョージタウン大学に決勝で敗れている。この頃から2人は中世のライバルとなる。大学時代のオラジュワンは1983年のトーナメント最優秀選手受賞をはじめ、 1984年には、試合あたりのフィールドゴール成功率、リバウンド、ブロックショットでトーナメント1位を記録した。大学での4年間を終了後、1984年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを宣言。全体1位で、念願のヒューストンロケッツから指名を受けた。ドラフト同期には、マイケル・ジョーダンやチャールズ・バークレーなど、早々たる選手がいた。 当時ロケッツには身長 223cm のラルフ・サンプソンがおり、オラジュアンと合わせてツインタワーと呼ばれるようになった。オラジュアンのルーキーシーズン、ロケッツは前シーズンの29勝53敗から持ち直し48勝34敗とミッドウェスト、ディビジョン2位まで成績を上げた。翌1八十五から十六シーズンには勝ち数を十一まで伸ばし、 当時ウェスタンカンファレンスの強豪だったロサンゼルスレイカーズとプレーオフのカンファレンスファイナルで対戦4勝1敗で退けた。望んだ NBA ファイナルでは当時史上最強と呼ばれたボストンセルティックスと戦い2勝4敗で敗れている。オラジュワンはリーグ入りしてわずか2年で NBA ファイナル出場を経験するものの翌シーズンはサンプソンの怪我によりツインタワーは 有効に機能せず、続く1987から88シーズン中に、サンプソンはトレードに出される。以降ロケッツは勝ち数が50に届くことも、ままならず、優勝に絡むこともなく1980年代が、過ぎていった。オラジュワン自身はリーグを代表する好選手の一人と一対一位置づけで、1987年以降3年連続で、 オール NBA ファーストチーム入りしている。この時期を前後して、リバウンドやブロックでリーグ首位になっており、ディフェンス面でも評価を得ていた。それにもかかわらず、チームはプレーオフで、はかばかしい成果を上げられず、90年代に入る頃には、ファンやマスコミの批判が聞かれるようになり、オラジュアン自身の個人成績にも若干の低下が見られた。 他チームへのトレードが成立直前の段階にまで至ったこともあった。この時期にオラジュアンは怪我や不正脈で試合を欠場したこともあった。自身をトレードしようとしていた球団に不信感を募らせていたオラジュアンであったが92年日本での開幕戦のために移動中だった飛行機機内で球団と和解吹っ切れたオラジュアンはリーグでもトップクラスの選手になっていた。 1993年には26.1得点13リバウンドでオール NBA ファーストチーム入りし、ブロックはリーグ最高の平均4.17本を上げた。このシーズンは年間最優秀守備選手にも選ばれた。翌1993から94シーズンはレギュラーシーズンの MVP と NBA 最優秀守備選手賞を同時に受賞。オラジュアンは キャリアの前世紀に入り始めるこの時期のオラジュアンは持ち前のセンスと運動能力を活かしたドリームシェイクという動きを見せるようになる。これは俊敏な動きと多彩なステップワークでディフェンダーを翻弄するものでセンターを務める選手としては規格外といえる多彩なムーブであった。このシーズンのプレイオフヒューストンロケッツはウェスタンカンファレンスのセミファイナルで フェニックス・サンズを4勝3敗で退け、カンファレンスファイナルでは、ユタジャズを4勝1敗で下し、ついに NBA ファイナル進出を決めた。イースタイカンファレンスを勝ち上がってきたのは、パトリック・ユーイングのいるニューヨーク・ニックスだった。ニックスは、パット・ライリー監督の指導の下、ディフェンスの強い強豪に成長していた。オラジュアンにとって、ユーイングとは、大学の決勝で敗れて、 以来の因縁の対決となった。ライリーはオラジュアンを封じようと、彼に対して、ユーイング、チャールズ・オークレイ、チャールズ・スミス、アンソニー・メイソンという面々を次々にぶつけるが、最後はロケッツが第7戦までもつれたシリーズを制し、オラジュアンは、ファイナル MVP に選ばれた。翌1994から95シーズン、トレード期限間際の2月に、オラジュアンの大学時代の、 チームメイトクライドドレクスラがヒューストンに電撃的に移籍。一方で、ロケッツの成績は47勝35敗で、優勝した前シーズンよりも勝ち星を10以上減らしていた。第6シードでプレーオフに臨んだロケッツは1回戦でユタジャズと対戦し、3勝2敗でバンクルワセを演じる。続くセミファイナルでは、フェニックスサンズを7試合の末に際どい勝利を収め、 カンファレンスファイナルでは、サンアントニオ・スパーズと対戦。優秀なセンターデビット・ロビンソンを退け、4勝2敗で、スパーズを下す。シーズン成績が自分たちより上だった3チームを倒し、ロケッツは2年連続で NBA ファイナルに進む。相手は新世代のスター選手、シャキール・オニールとアンファニー・ファーダウェイを擁する、オーランド・マジックだった。戦前、 シャックアタック VS ドリームシェイクと話題になったシリーズだったが、マジック優位との声が高かった。シリーズはオラジュアンがシャックにベテランのうまさを見せて、せめてはドリームシェイクで翻弄。ロケッツはマジックを4勝0敗で1周して2連覇を達成。オラジュアンは2年連続でファイナル MVP に選ばれた。続く2シーズン。 オラジュアンの個人成績は相変わらず素晴らしい水準だったが、1996年のプレイオフでは、カンファレンスセミファイナルで、シアトルスーパーソニックスに0勝4敗で敗れ、1997年には、カンファレンスファイナルで、ユタチャスに2勝4敗で敗退する。翌1997から98シーズン、オラジュアンは、怪我によりシーズンの大半を欠場し、 平均得点16.4でデビュー以来初めて20点を割ってしまった。その後も怪我に悩まされ、再び不正脈に襲われたこともあった。オラジュアンの個人成績は徐々に低下していき、ついにロケッツを退団。2001から02シーズンにトロントラプターズにトレードされ、大学時代から20年以上を過ごしたヒューストンを後にした。このシーズンが終わると、オラジュアンは引退した。 今までのビッグマンの中で最高のフットワークの持ち主だ。ピート・ニューエル・オラジュワンはビッグマンの中でも攻撃的なプレイヤーとして知られたクエ別したフットワークから生み出されるフェイクとスピンムーブは後にトレードマークのドリームシェイクと言われ他のチームからは脅威となった。未だかつてビッグマンの中で史上最高のフットワークの持ち主とされている。アライジューン、ハキーム、 definition of a right June, h a k i m u i n i e n g l ッ s h フ r o m t h ク Oxford d,、x f o r、d, d i c t i o o x f o r d d i c t i o n a r i e s c o m 2016年1月20日閲覧 a b f o w a r t ダリル it was all, adream archive t december 13, 2006, at t h e w a y b a c k m a c h i n e nba.com, access to January 2 2007コラムボリューム39佐々木クリスの語るアキームザドリームオラジュアンアーカイブド2013年6月6日アットザウェイバックマシン NBA ワウワウ NBA オンラインワウワウオンライン,ワウワウン,ライン2013年2月5日 BASKETBALL-REFERENCE.com ありがとうございます